県内はあさってにかけ、この冬一番の強い寒気が流れ込む見込みです。特に明日は警報級の大雪となる恐れもあり、注意警戒が必要です。県内は強い冬型の気圧配置の影響で、あさってにかけ山沿いを中心に平地でも大雪となるところがある見込みです。明日の朝までに予想される降雪量は、上中下越の平地で40センチ、山沿いで70センチ、佐渡で15センチなどとなっていて、今夜から県内の高速道路や国道の一部の区間で通行止めの可能性もあるということです。さらに明日は警報級の大雪となるところがある見込みで、山沿いでは明日の朝から夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。また気象台は地震により損傷した家屋について、積雪の重みによる倒壊にも注意するよう呼びかけています。